994年7月5日岩手県で誕生。彼の名前は源義経の得意技発想飛びから来ている。小学生の時はリトルリーグに所属。菊池雄星選手に憧れ花巻東高校へ入学。目標達成のためマンダラチャートを自作する。この頃から日本の球団ではなくメジャーリーグを目指していた。2012年ドラフト会議で日ハムが指名。2013年正式に日ハムに入団。2017年アメリカ野球リーグロサンゼルスエンゼルスに入団。この時水原一平氏が専属通訳に決まる。2020年正式に二刀流適用選手となる。2024年結婚。同年専属通訳の水原一平氏が違法賭博の疑いで逮捕され解雇する。彼の本業はピッチャーだから普通はバッターの順番が回ってきてもバッターに特化した選手が入るという DH 制度がある。しかし彼の場合は二刀流なのでメジャーリーグは DH を解除することができる。メジャーリーグは丸ルールを新たに設けた。今も現役で活躍している彼は誰？